レンツブルク鉄道橋運搬橋の円形運搬橋地図、レンツブルク鉄道橋はドイツのシュレースビヒホルシュタイン州、レンツブルクにある鋼鉄製の鉄道橋である。この橋は北海バルト海運河をまたぐ鉄道橋としての機能の他に運搬橋による歩行者と車両交通の機能も果たしている。この橋はレンツブルクのランドマークであり、ドイツの重要な技術遺産である。 この橋を通る鉄道は、ノイミュンスター・フレンスブルク・フレゼリシアを結ぶ路線の一部であり、ユトランド半島を経て、スカンジナビア半島へつながる重要な鉄道路線の一部である。運搬橋は、レンツブルクとオステル・レンフェルドの間で1工程あたり4台の乗り物及び60人の歩行者を輸送する。 1911年から1913年にかけて、技術者であるフリードリヒ・ホスの指揮により、およそ350人の労働者によって加強された。17,740トンの鋼鉄が320万個のリベットにより結合された。建築費は1億3,400万マルクである。レンズブルク鉄道橋の延長は、前後の車路と合わせて 7.5km ある。 鋼鉄橋の延長は2486メートルであり、渋橋は延長317メートル、島町140メートル、運河上の高さは約42メートルである。車路は急な曲線となっており、レンツブルク駅は北側の車路を降りたところにある。船舶の通行のために必要とされる運河上の高さは、レンツブルク駅から直線で到達するには高すぎる。 駅は、運河の建設より前に設置され、当時も現在も、運河から600メートルの位置にある。貨物列車の運行を阻害しないために、車路の勾配はおよそ12パーミル以下にする必要があり、この目的で、車路は、ループ状に延長された。橋の高さに達するまでに、全路は、エレンルーンデイと呼ばれる地区の周りを一周する。エレンルーンデイは、名誉ある円形の意味であり、この名称は、 ループ線にちなむものである。ループ線の技術は山岳鉄道で使用されることが多いが、平坦線ではこの橋で初めて用いられた。運河の南側では次の駅が離れているため、この問題は生じていない。ありがとうございます。